広野つとむ今夜のあきら節。あきら呼んでる毎年。はい、はるちゃん、はい、リクエストのハガキが来ております。はい、尼崎市、はい、川細修一郎あの頭で話した、はい、あの甲子園球場の太田氏と、うん、あの人からリクエストの早く来て、うわ素晴らしいですね。広野さん、はい、お元気ですか。はい、はい、ありがとうございます。いつも楽しくこの番組聞いております。甲子園以来、ずっと聞いておりますけれども、リクエスト曲をお願いしたいんです。私の好きな、はい、私の名前が変わります、これをお願いします。うわ、またいい曲ですね。そういい曲やね、これ本当にね、私好きやね。私も好きなんです、ハルモン。この曲はね、はい、もう1番も2番もセルフやけどね、はい、3番のね、はい、あの自分の気持ちがやっと分かった、無駄ではなかった回り道中、はい、ああいうセリフがね好きでたまらない、うん、じゃあ行こうかな。はい、はい、私の名前が変わります。お店をやれよと言ってくれた人、田舎へ行こうと誘ってくれた人、すがりついては転んで傷ついたあの人、あの町、忘れるために私の名前が変わります。星野哲郎作詞、加納源大作曲、私の名前が変わります。広野つとむが歌います。忍ぶという名はついてなかった、ご意見ご希望リクエストなどをおはがきでください。宛先は郵便番号 650-8580
6508580 650-8580 ラジオ関西広野つとむの走れタコ係まで。抽選で毎月1名様の方に番組テーマソング走れタコの CD をプレゼントいたします。なお発表は発送に変えさせていただきます。さてお別れの曲が流れてきました。神戸ハーバーランドの夜も更けています。モザイクガーデンの観覧車のネオンはいつの間にか消えて中取っ手に見えるホテルいっぱいにきらめくイルミネーションがメリケンハトバの水面にキラキラと揺れて映っています。真夜中の静かな神戸は海の街、聞こえてくるのは波の音、そして潮の香り。もうすでに新しく日は移り変わっています。皆様方には今日もまた幸せで良い一日でありますように。ではまた来週お元気で。